はい、じゃあ続きをやっていこうかな。なにゃーお祭りに行きましょう的な感じだった気がするよ。くくい露出狂おじさん、ポケモンの技なら高速移動だ。ポケモン中か何でもポケモンの技で例えるのか。あ、これはあれかな、いつものポケモンゲットするチュートリアルかな。手のポケモンは草むらから飛び出す。君はポケモントレーナーだから、モクロというパートナーと一緒に戦える。それだけでなく野生のポケモンを捕まえることだってできるんだぜ。今から捕まえ方を教えてやるよ。しっかり見てるんだぜ。ほう、まあ見てみましょうね。スケラ、もう言わんこだ。最初の鳥ポケモンって感じかな。スケラは言わんこいいなぁ、育ててもいいなぁ。迷う。岩かな？岩タイプだよね。でも最初のポケモンって、最初の方に出てくるポケモンってちょっと育てたくない感あるよね。まあでも新しいポケモンだったら育てようかな。なんかクラッタとか育てたくない感はあるよね。モンスターボールください。野生のポケモンは人を襲うこともあるが、捕まえれば心強い味方になってくれるぜ。家に戻るといい。お母さんに話しかければゆっくり休ませてくれるだろう。ポケモンセンターね、お母さんが。傷薬、あ、傷薬もくれるんだ。なんかボックスみたいになかったからな。お、5個もくれるんだ。いいね。よろしく。もくろよろしく。頑張ろう。記念すべき最初のポケモン。おう、つけだね。もくろかわいいなぁ。もくろのままがいいなぁ。進化させたくないなぁ。この葉って物理か、物理技なんだこの葉。なるほどね。特殊っぽいけど物理だね。あ、結構食らうな。いけるかなこれ。いっちゃえ。ガチャ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 。これ実際どうなんだろうね。本当に関係ないのかな、ガチャガチャするのって。ガチャ、よし。本当に関係ないのかな。お、なんかお手入れってボタンある。ほん、おー、3つ進化するんだ。登録完了。木の実返した食らった後の種を玉として口から発射し攻撃に利用。すごいねこれ、頭上とか見えるのすごいな。かわいい、動きがかわいい。ん？あ、こういうのあるんだ。た、汚れを拭き取る。これじゃないか。櫛かな？状態異常を直す。砂ぼこり。体を乾かす。あ、海でできそうだね、これ。海とかで。へぇー。バンギロスの櫛だ。へぇー、すごいね、これ。まあ、毎回はしないと思うけど。こんなことできるんだ。なるほど。お、レディバー。
へえ、こんなとこで出るんだ。へえ。レディバか。まあ、レディバは育てないかな。リージョンフォームするのって結構初代のポケモンだけだよね。結構っていうか、だけだよね。第2世代とかはしないのかな。何も気にせず使ったけど、Y ボタンで前の道具使えるのいいね。やっぱ、便利だね。よし。ゲッチュ。ペリアまたある。まあいいか。あー、ゲットでもレベル上がるのいいね。努力値って入るのかな。まあまあまあいいか。あ、レディアンかな上は。うん、今回は結構昔のポケモン推しな雰囲気あるから、今までのポケモン結構出るのかな。それはそれであり。お、ヤングース。ブサイクだな。ブサイクやな、こいつ。なんか芸能人にいそうな顔してるよね。コノハ。あー、結構削れたな。早ったり大丈夫かな、やっても。大丈夫でしょ。倒れてしまった。まあ、また出るでしょ。ヤングースぐらい。何かな。もうレディは。レディは出やすいのかな。レディバってちょっとレアなイメージあるんだけど。そうでもないか。基本的にカットはしてないけど、さすがに多すぎたらカットしようかな。ね。うん。多すぎたらカットするべきだよね。結構出るな。エンカウント率。エンカウント率多い。レディは。レディは、レディは多くないですか。うん。多分、虫飛行だったよね。虫飛行だったら、木の葉は、打たないべきだね。いや、ポケモンの相性、まあまあ詳しいと思うんだけど、フェアリーだけ覚えてないんだよな。フェアリーだけ。覚える元気がなかった。確か、炎とか、ドラゴン、炎が弱点だっけな。ドラゴンに強いんだっけな。やはり結構いたからな、今回のポケモン。初バトルですか。初バトルじゃないわ。戦ったわ、一回。シャンパン小僧のケンタが勝負を仕掛けてきた。ポケモンのトレーナーの名前と自分の名前が被るとちょっと、おってなるよね。お、コラッタのあれだ。リージョンフォーム。アローラのポケモンはなんか、リージョンフォーム悪タイプ多いよね。治安が悪いのかな？関東と比べて。いやー、リージョンフォーム系も育てたいなー、一体ぐらい。なんかいいのいないかなー。ディグダ育てたい。髪生えてるやつ。あのダグトリオめっちゃいいなー。ダグトリオもしかしたら育てようかな。序盤に出てきたら。後半でもいいんだけどね。あ、ケバそう。私がとっても仲良しの姉妹の、姉妹？姉妹見せてあげるね。姉妹か。
ほう。ミニスカートの匂い。チャタピー？チャタピーね。飛行技欲しい、飛行技。もうこれ、飛行タイプついてるのかな？マクロ。多分草飛行だよね。草飛行っての珍しいんじゃない？あいつしかいないでしょ。トロピウスしかいないでしょ。草飛行って。わかんない。いたかもしんないけど。伝説とかでいたかな。全然覚えてないや。チャタピー。チャタピー、ピクシー、シードラ。全然覚えてない。よいしょ。なんか下にも道あるね。洞窟もあるな、あっち。なんだろう、あれ。気になる。エンカウント率多くない？今回の。うん、つつけら。あ、もくろなんか相性が悪いな、敵と。これなんか死にそうじゃない？鳴き声。なんかちょっとやばいかもね。足りなそう、HP。鳴き声積まないで。鳴き声積むのやめて。やめてくれ。鳴き声やめてくれ。こいつ、なかなか賢い戦い方してるね。あ、やばそう。あ、やばいやばいやばい。さすがに最初から、最初からね、やられたくないよね。買っちゃおう。でもめっちゃ積まれてるんだけど。一回引く？一回引きます？あ、逃げない逃げない。逃げちゃった。傷薬。逃げちゃったよ。まあまあ、しょうがないか。あ、モンスターボールある。いろ、一番道路、いろいろ一番の道。いろいろ一番。どういうこと？見た目？見た目かな。毒消しを見つけた。うんうん。うん、そっち行けないのか。お、この岩はあれでしょ、ポケモンで壊せるやつだ。すごいね。いや、このペースで、このペースで進めてったら、めちゃくちゃかかりそう、時間。おい、相手してください。タメ語なのか、敬語なのか、どっちだ？エンジ。新しいね。いなかったよね、今まで。いたかな？ラングース。ブサイクポケモン。コノハ。ブサイクポケモン、ヤングース。あ、でも可愛く見えてくるよね。フォローを一応入れとく。あ、残った。残った、残った。いやー、何育てようかなー。ピーンとくるポケモンがいいなー。あ、やったー、やっとつつく覚えた。欲しかったつつく。あ、読んでなかった。めっちゃ連打してた。エンジからも幼児か、幼児エンジ。お金をちゃんとねかっぱらってく。お、つつけら。つつくでちょっと楽になるかな？レベル5。こいつ、あれだよ。足回りよりよっぽど強いよ、こいつ。
あー、これならいけそう。こいつ賢いな。鳴き声積んでくるな。あ、これやばいかも。あ、やばいな。あ、やった、よかった。危なかったな。あ、道具取って、麻痺直し、麻痺してくるやついるのか。モンスター多いね。スキラ多いね。ちょっと逃げていい？逃げよう。ちょっと危ないし。行く？多分死なないでしょ、3レベルなら。いける。何？木の実？おお、結構回復したな。耐える？耐える？死んだ。ごめんね。いきなり死んじゃった。逃げた、よかった。いきなり死んでしまった。回復できるかな、ここ。チャカポコチャカポコ。いきなり殺してしまったよ。今を超える。お、虫キング。何キングだっけ？森神ポケモンが我らのそばにいてくれること。それに関しては表すのが今日の祭りなのですな。あ、島キングだ、島キング。なるほどね。どんどん進めていこうか。ハウ。うん、待ちきれない。アシャンマ？アシャンマ。うん。何？えい。ポケモン勝負か。あ、なんかカプコケコと戦うのかな？そんな演出だった気がする。あ、そうなんだ、ハウも戦うんだ。なるほどね。プルピオ、君のため戦ってくれたポケモン元気しよう。あ、ありがとう。助かる。あ、いいよ、大丈夫です。強いのかな、カプコゲコ。島に暮らす命。島巡りを楽しむもの。左下にピカチュウいる。かわいい。すべての無事を祈ります。では、これより、島の守り神、守り神、カプコゲコに捧げる、ゲーム勝負を始めます。かたやハウシマキングの孫。ん？ハウと戦うんだ。あ、そういうこと。よろしく。いい勝負になるよね。お。お、また戦うの？また戦うんだ。え、つい最近戦わなかった？え、ピチュー？お前ピチューどこで撮ったんだ？え、一番道路で出るのかな、ピチュー。出そうな感じするね。この葉。え、電気ショック大丈夫？あ、当倍か。大丈夫でした。え、BGM めっちゃいいなぁ。一応ライバル的な立ち位置っぽいので。でもニャビー持ってるやつは
出てくるのかな。麻痺してしまった。ピチュー。ピチューも可愛いよね。あ、しんまり。いかません。いけるでしょ、麻痺してても。めっちゃ麻痺のエフェクトいいな。僕の可愛いね。普通に。あ、まずか。動けよー。動いてくれ。なんか、麻痺と、麻痺の効果なんか、軽くなったんだったっけ？素早さ？おー、めっちゃ食らった。急所。また勝っちゃいますけど。そこで泣き声してくるあたりね。頭弱い。やったぜ。81。ここくれるね。もう終わり？もう終わりなんすか？むしろ。もう、カップコケコも満足だろう。ハードルピスゲー。楽しかったならよかったです。雪勝負でした。これならカップコケコも。カプコッコ。お、カプコケコのさえずり。さえずり？めっちゃなんか叫んでたけど。カプコッコ。ん？お、めっちゃ改造されてない？ゼットリング。あー、ゼットリングってあれか。ゼット、ダサい、ゼット技を。Z バーを引き出す不思議な腕は、我々島キングはカップコミコにいただいた輝く石を加工して Z リングするのですが、最も島巡りをして Z クリスタルを集めれば Z パワーは発揮できませぬがな。ふんふん。島巡り。気に入られたのか、それとも何か使命があるのですかな。使命があるんじゃなかろうか。島巡りにて各地を訪れれば何かわかるのか。島巡り。4つだ。アラ地方にある4つの島を巡り、最強のトレーナー島巡りチャンピオンを目指すのが島巡りなんだぜ。島巡りについては今度説明するよ。なるほど。つまり4つの島があって、そこになんかいるのかな。チューリーダー的な。カプコケコさん、すごいですよね。なんか、人の名前に見えてきた。自分も、拙者も。あなたも助けてもらえ、さらには輝く石も託された。不思議な人ですもんね。君の方が不思議っぽいけどなぁ。めっちゃなんか、重要人物だよね、多分。さよなら。お、帰ってきた。まあ、にゃー。ぬにゃーじゃないの？ただいま。ぬにゃー。にゃーその動きがかわいい。お、せやろう。島巡りに挑むといいかもね。はいはい。はい、おやすみなさい。翌朝ですか？翌日3日目です。いい天気。さて、今日は何があるのかしら。夜だね。3日目だ。何や。じゃあ、この辺で一回やめようかな。まあ、こんぐらいで、切っていきましょう。はい。ツツケラとレリバ捕まえたね。もっといっぱいいそうだったけどね。じゃあ、お疲れ様でした。